こんにちは。越境3.0チャンネルの石田和康です。トレーダーズアルマナークの成田博之です。今週のトレーダーズアルマナーク。はい、今週も始まりました。あいま夏ですね。暑い。暑いですね。もう輝くような内容で。いつもジャケット着ている成田さんが今日は。無理ですね。上着なしでいますけど、まあこの暑い中で、実は8月に暑いテーマがあると。はい。何なんでしょうか。もう光輝く。うん。コモディティ。 コモディティ金金ですかはい。こうですね。もう、金は、その、なんていうんですかね、うん、ちょっと特殊ですよね。うん うん、コモディティ、まあ、商品でもあるけども、うん、金融の商品としても使われている。そうですね。うん、中央銀行がその準備金リザーブとして金を保有していたりとか、うん、まあ金は他の通貨とも交換ができたりしますよね。うん、だからちょっと特、資産保全っていう意味合いがね、うん、その金にはやっぱりありますから。そうなんですよね。うん、だからちょっと特別なもので、うん、ただ今回の,そのコロナ禍で非常にクローズアップされたのは、うん 安全資産だけど、実際持っては歩けないよねっていう。重いですからね。重いいですからね。やっぱりなくなってしまったらもうどうしようもないんで。意外と、その、今まであまりクローズアップされるのって保管とか、いうところはちょっと話題にはなりましたよね。そうですね。インド人とか中国人は大好きですね。ああ、もう好き。このジャラジャラ、ジャラジャラ。ね買いますけれども、金の宝飾品を。インドの方でしょ、この夏場のフェスティバルが多くて。 家人の、家人とか家境っていうか、まあ、中国の人ですね。はい。は、えー、旧正月だから、1月後半から2月中ぐらいまで。うん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 。うんうんうん、それを目指して、こう、金を買うっていうのが、昔から言われてるんですよ。ということは、その時期に需要が上がっていく上がってくる。ということですよね。そうなんですよ。年初の,の需要っていうのは、そういうふうに、その、宝飾金の関係ってよく言われてるんだけども、うん この8月になんで金なのっていう話なんですよ。よくよく調べると、うん、確かにその鉱石品関係では、えー、インドを中心にニーズは上がるんだけども、うん、ちょっとそれだけ物足りないなって調べていくと、うん、この前ちょっとあの7月1日に株が上がるよってやったじゃないですか、うん、やってましたね第3四半期のスタートの日、うんはい、同じなんですよあ金も7月の1日はい ぐらいから、じりじり上がってきて、7月、8月は金が強い。うん、それはもうそういった、もうアルマラック傾向の暦ということで、出てるんだ。で、メタルの中で、金だけが強い。で、調べていくと、どうもこの夏場の金の上げって、夏場に株が緩くなるから、それのヘッジで買ってるんですよね。ああ、なるほど。そこはじゃあ、あれだ、株との、 ある意味、連動性みたいなものが。で、最近株強いから、上がるべき金が上がってはきたんですよ。長やつから。上がったんだけど、ビュン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 はない。一時期すごかったですもんね、ビュンビュンビュンあのとはインフレの話題で、この季節性の金上がってはいるんです、間違いなく。でも、もうちょっと天候ほど、天気ほど抱えてはいないっていう。はいはいはい。そう。 <laughs> まあじゃあこれからどうなんですかこれからもっともっと輝いてくるようなこれがやっぱ株次第,あ株,次第株が緩くなれば緩くなるほど、はい、おそらく金の価値が見直されて<ー>この8月はですね思ってる以上にバッと上がっちゃうかもですねで株のやっぱヘッジっていう役割が非常に大きいとはいこの夏場の金の上げっていうのは株に影響されてるんで株が下げれば金は上がりやすくなるしそもそもだからそういう傾向があるんでうん、うん、大きい資金ですよね ーうん、ニーズのあるそのものとしてというよりも金融系の部分で資金がこう投資資金がシフトしてくるはいはいなんでたまたきのは結構でかいんですよ夏はうんそうか、うん、でそれが本格化して上がってくると次に注目されるのが金の ETF、うん、あ金買うんだったら、まあ、ETF は一番よさげですねです、えー、簡単そうですよね一般投資家が金の ETF を買うと、うん、めっちゃ強いトレンドが出ちゃう、うん、ああ 大きい強いトレードの確認には、金の ETF の出来高と、価格を見ていかなきゃダメなんですよ。そうじゃないとこういった季節性に、7、8は買いだけだけど、はい、そこから緩くなっちゃったりとか。<ー>だからそういう意味では金って意外と見分けやすいです。なるほどね。うん、えで、それは1年間の間で大きく分けて、やっぱりこの夏場と、あとは中国需要のある旧正月前ぐらい、うん、そうですね。年末から年初の、だいたい2月頭ぐらいまで。うん 年2回ぐらいですか大きな山は。はい。季節的に強いのは年末から年初にかけて。ところが、こう、他の市場との絡みで強くなるから、うん。上がるべき理由は株が下がってる分かりやすいっていう。うん。理由が分かってるんですよ、夏場は。そうか。うん。単純にみんなが金買ってお祝い事するだろうじゃなくて、うんうんうん。株のヘッジに金買うから、うん。分かりやすい。 まあ、その機関投資家のやっぱお金っていうのがやっぱり大きいですからね、特にね大きいですからね。はいうん、で、ここで仮にですよ、インフレだみたいになってくると、もっと上がっていっちゃうから、そうですね、うん。今、その傾向ってどうです、世界的になんか今後、インフレリスクって高まってきてるんじゃないかなって言ってる人いますけどね、うん、物の価格っていう意味では完全にインフレってるんですよね、うん、インフレってますよね、もうサプライチェーン、こばれちゃって、うん、いや、もう本当にうなんていうんですかね、 中東もそうですし中国なんかもそうですけど、うん、やっぱり、なんせ物流が止まったとっいうのはと,とにかく非常に大きい問題だったんですね。はいはい、でそれに伴うものの不足、価格上昇、まあ、これがクラシックなインフレじゃないですか、うんうん、金融市場が注目するのは中央アメリカ中央銀行が算出するインフレなんですよこれってちょっといやらしくて、はい、物のウェイトがそんなに高くないんだよね。 成長率とかそっちの方から別に計算するんで結構値が上がらないと目標としてる2パーとか超えてこないんですようんそれってあれですか主に反映されてる価格っていうのはやっぱ株とか不動産の方に偏っ,っちゃってるっていうですかサービス関係の価格とかですねもの<ー>そのものというのもそうですよねもの、うん、の値段ってだって結構割と世界的にデフレ傾向っていうか要は、うん、技術進化してるからパソコンも液晶テレビもね っ値段くなてますたまたま半導体不足だから、あそうか、ちょっと今、こうね、下げ止まってるけど、まあ、おっしゃる通りで、技術が進化すると価格が安くなってる。ですよね。で、一番困っちゃうのは、そういう製造業関係が、初期投資をするときに、ネックになってくるのは金利なんですよ。お金借りてやらなきゃいけない。今、金利ほとんどない状態だから、やりやすい。 うん、でしかもそのサービスと連結してるんで、うん、どうしても IT 系の株が上がっていくっていう、うん、そういう環境にあるんですよね。テクノロジーの話出ましたけど、うん、その例えばその先ほどの金って、うんまあ、iPhone だったりパソコンだったりいろんな電子部品に必ず、ねうん、使われるものじゃないですか。そ,すそこの需要って うなんでしょうなくならないですよね。ですよね。リサイクルの中から引き上げてるのは間違いないんですよ。金魚って他のメタに比べると、リサイクル率はいいんですよね。他かと比べれば。でも圧倒的に足りないんですよ。足りないですよね。確かあれなんだけど、オリンピックプール何個分しかないと言われてましたよね。比較がいろいろありますけど、足りなくなっていくことは間違いないですでしょ確認埋蔵量ってもう決まってるわけでしょ、ある程度決まってるわけですよね。 石油みたいになんか新規発見とかそんなのはうんちょっと難しいわけですよね。厳しいでしょうね銀に関しては。あらかじめ決められた需要の中で、うん、まあ必要なところにこうやってどん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 、うん、まあ販売していくっていうわけだから、うん、まあね、うん、価格っていうのが。 上がるんじゃないかな。そうなんですよね。<当>上がりやすい傾向の中で、たまたま金融市場の影響を受けて、価格が今下がってきて、うん、ではこの夏に入ってからまあ浮上してて、うんうん、そういう意味ではもう本当に季節性周期のシーズンのパターン通りの今動きをしてるんで、うん、なるほどね。それに反してもしまた下がるようなことがあると、株が強いってことですね。うん、なるほど。金が上がってくると、今度株が弱くなってくるて。うん,うん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 。だからここがですね、トレーダーザーのマークでカバーしてる 5G なんですよ。うん、5G。えー、っと、 株式、債券、為替、貴金属、エネルギーでしてね。全部関わってるのね。一個じゃわからない。一個じゃわからない。わからない。で、この5つの、この 5G をトレーダーザルマナークの中でそれぞれの関係性なんかも全て解説いただけるという。そういうことで、金が必要だったりとか、今お話あったようなものてなると、消費財関係の、一般消費財のセクターが。 株が弱い時期は意外とそうが高ったりするんですよね。うん、絶対必要だから。なるほどね。うん、やっぱり季節性ってそういうところでどうしても出てくるんですよね。はいはい,はいはいはい。あとは他との市場、他の市場との関係です。うんそのね、まあ季節性のデータをね、過去、うん、もう20年から30年ぐらいのデータを、ね、使って、うんえー、今後の、まあ、傾向と対策ですかね。そうですね。いろんなマーケットの今後こういう価格がどういう方向に動くんじゃないかっていうのを 確率論的に出してるわけですよね。はい、何月何日は何パーセントでこのマーケットが下がるだろう、上がるだろう。はい、なかなかこんなレポートを読むことはできないですよ。<laughs> 本当にもう裏付けがないとなかなかトレードには実践できないんで。んえー、単なる読み物だととちょっとね 俺段高いです。そうですね。<laughs> あのー、ぜひ、あの、投資にお役立ていただきたい、このトレーダーズアルマラック、えー、概要欄のリンクの方から、えー、お申し込みできますので、皆、えー、さんぜひそちらの方をご活用いただければと思います。月額1万円のレポートで皆さん価値を感じていただいて、なかなか購読中止される方がいないというぐらい人気のレポートになっております。ぜひ皆さん読んでみてください。5G、いろんな情報がね、詰まってますんで、はい、ぜひお楽しみにしていてください。 えー、今週のトレーダーズアルマラックでした。成田さん、ありがとうございました。